羊骨のは、ベルギーの漫画家ロジェルルーによる SF のシリーズ漫画。原文はフランス語で1978年の発売以降を描き続けられている。ベルビエの羊骨のの壁画日本人の女性電気技師羊骨の家の名前である妖子はリンク先のホームページに表示されており、性である角は一番メジャーな、角性を主人公とする。 普段は普通の女の子である溶骨のが、合気道六段の腕前と知能で悪と対峙して人類を救うというストーリー。溶骨のモデルはパリ生まれの日本人女優の横谷。ブルッセルにある女王通りは別名、溶骨の通りと呼ばれ、溶骨のストラットのプレートが掲げられている。AB、世界を変える百人の日本人。ジャパン。 オールスターズテレビ東京2010年4月9日放映世界を変える100人の日本人ジャパンオールスターズテレビ東京2010年4月9日放映番組中ロジェルルが自ら語る腰骨のストラットプレートありがとうございます